第64回生かす走り屋チーム天国東北大会。そしてですね、はい、なんと今回は SS パークサーキットで逆走です。逆走決勝、決勝追走、追走は猪狩です。猪狩、はい、猪狩、はい、さあ猪狩これで振り切られたら、チャンピオン取り消し、チャンピオン取り消し、引退引退。それでは野郎ども、はい、行ってみるぞ。今回の審査コースはコーナリングしながらの進入、複合した 1,2 コーナー、そして低速のヘアピンとかなりテクニカルなレイアウトだ。この SS パークを逆走に来ました、ね、さらにね、だから全然誰も走ってない。そうです、でさらに難しい練習は雨だったんだけど、そうです、晴れちゃった乾いちゃいましたね。もうどんどん条件変わりますね、コロコロと、ね、いうことでこの SS パークサーキットから第64回イカ戦、うんうん、行ってみたいと思います。それではまずは1回戦どうぞ。Yes, first team of the rack! マスコ、マスコ君何乗ってんの？マスコ君はどれよ？黄色。あ、黄色。黄色。これとことこうまかったよ。チューニングしてんの？まず、サリン交換。はい。ここ。サリン何？フィーパパに行く。フィーパパに540らしい。コガネムシもうまかったじゃん、練習。カリマーレンタル。はい。で、今日それしようの？はい、セルシオ。セルシオの？あ、お前。今から借りたんかいの？そうです、俺。あ、これ島野か。え？ワイキー。ワイキー上手い。高橋君です。そんなに上手くなかったよな、練習コースな。その目立たねえしさ。今は隠して。あ、今隠してんの？あ、練習で。これからなんだ。出さない。後からバンバン。でもね、練習で出しとくと俺たち大体注目するんだけど。そう。言ってもらえばね。ここがいいです。毛はいいです。元気いいですよ。上。ライン取りはいい。まあ、いいですよ。持って。流れは止まってはいないんですが、なんかスムーズさに欠けるな。いいですね。これいいですよ。マクロになりますね。これはね。いいですね。早い早い。このままもっともっと。そうそう。これはいい。これはいい。これはいったいったいった。これはグッドじゃないですか。これはいいですよ、これ。この回り方が一番いいですね。スピード高いまんま。これはいい。お、シルビア。いいです。いけ。しよう。はい、振り返して、ここで、ドラッグしていく、マルカーね、パーティー、マルカーなんだけど、マルカーって、まあ、迫力だね。さあ、ここから振り返す、ここで、さあ、角度がついてる、角度がついてる、さあ、中入り気味かな。でも、ここまでいいっすよ。いいっすよ、勢いはありますね。これもいいっすよ、ここで。シフトバウンが難しいですよね。かっこいいかっこいいかっこいい。よくだからレベル高いんですよね、ここね。おそらくかっこいいかっこいい。グッグッドです。あ、素晴らしい、素晴らしい。あの感覚もちょうどいい。さあ、それではよいよ、はい、団体決勝であります。決勝ね、2チーム残りました。トラック対、それでは決勝行ってみたいと思います。せーの、ドン。見てみましょう。ラストです。さあ、ラスト、道楽の走りから。全然あります。速さもある、角度もある。ああ、綺麗に一台ずつが振り返しますね。感覚も非常にいい状態。かなりくっついてきて、綺麗に流れてる。これは決まった。見事に決めた。これは決まりました。道楽、最後もバシッと決めました。これはいい得点だ。キックの走りに注目、計算先頭。さあ、来た。の感覚はいい。金魚も悪くない。リードしてる、リードしてる。しっかりのキングいいね。ローリーも頑張る。いいよいいよいいよ。キングすごいいい。いいよ。感覚、ドリフトアングルいい。いいよ。スピードもまずまずじゃないですか。キングいいね。ほら、綺麗にまとめましたね。さあ、それでは、はい、団体の発表です。発表、優勝は道楽。イエーイ。トップからケツまで、道楽が同じ感覚で来るということで、優勝は道楽。以上、見事です。さあ、それでは、はいはい、いよいよやってまいりました、はい、ベスト8の発表です。
準決勝に勝ち進んだのはこの8人。いずれ劣らぬ強者揃いだ。一体誰が決勝進出を果たすのか。それでは行ってみたいと思います。準決勝に向けてどうぞ。さあ高橋も非常に豪快豪快、かっこいいわ。あーこの回り方はいいぞ、この回り方はいいぞ。いいよ、いいね、いいね。さあこのライン取り、あーいい、これはいい。おーいいね。持ってき方、アプローチがつらかった。安定してます、ステアリングをほとんど動かさない状態。アクセルだけでコントロールしてますね。さあどうでしょう、振ってきます、振ってきます。そしてここから流していきたいと。ああ1回戻った、1回戻った。さあいい音を立てながら入ってくる。この辺まではいい、この辺まではいい。いいよいいよ、角度がいいね。繰り返しがすごい滑らかで綺麗。巧みにコントロールします、長田。うわかっこいい、いい入り方です。この辺の入り方はかっこいい。いやうまくいった、これは振った振った、当たりっぱ当たりっぱ。さあそれでは、はい、ベスト4の発表です。決勝進出はご覧の4人、いってみよう。個人の決勝いってみたいと思います。それではダン。さあいよいよ高橋ラスト、逃げ切れるか。ここでアプローチがいい、アプローチがいい、この角度がいい。これは猪狩よりついている。高橋いいっすね。一瞬引き離した、引き離した高橋。いいね、これ話しましたよ。いいね、一二コーナー離れてましたよ。ああ、ね、流れます。この後ろから猪狩が追う。ああ、来た。これは猪狩が失敗、危ないよ今の。ああ、まあ、猪狩が失敗、猪狩が失敗、猪狩ダメ。今ね、撃墜するとこでしたよ、ブレーキングで。これもいい。どうでしょう、2本目ラストの走りは振ってます、振ってます。この辺の角度もあっと、猪狩がまたちょっと走りにくそう、ちょっと辛そうな走りは猪狩。それに対して伊藤は綺麗にまとめます。非常に伊藤はマイペースです。猪狩が追いついちゃうね。さあ高田、はい、それでもめげずに猪狩が追います。そして逃げるのは高田。さあどうだ、どこまで縮めることが。あ、これはちょっと猪狩がいいぞ。猪狩いいですね。高田も振ってはいるんですが前に進んでない。あ、これはあっと猪狩抜いた。それでは、はい、優勝決定戦いよいよいきますか。発表します、はい、1番高橋くん、じゃん。2番マスコくん。それでは優勝決定戦いってみたいと思います。ドン。白がマスコ、この戦いはどうだ。おっとおっとおっと、あ、マスコがまだ開けた状態にしましたね。開けた。これは自分の走りをアピールするということでしょうか。でしょうね。ただ進入の感じからしたら高橋がいいですね今ね。全然ね、全然いいっすよ高橋。高橋が追うという展開だ。くっついてきた。あ、振っている。これはおお、マスコがいいぞこれは。今度はしかしくっついてるな、高橋もくっついている。おお高橋、うわー、おー いよいよ結果発表です。さあそれでは、はい、個人発表いきましょうか、はい、優勝、優勝高橋、高橋走るたんびに上手くなっていた高橋。走る狂気、圧巻なのは最後ですよね。猪狩が前に来た、はい、ね、あれ見たかったんですけど ね、あーうまいこと。猪狩は剥奪じゃないですか。猪狩チャンピオン剥奪。準優勝はマスコ、3位は高田が勝ち取った。団体戦は文句のつけようのない走りで道楽グループが優勝、そしてキングが準優勝という結果になった。やっぱり東北からレビューが高かったですね。はい、わかりました。わかりました。はい、あとは引き続き盛り土のマシンチェック。あるんですね。やってもらいましょう。俺たちは帰る。帰ります。お待ちかね、盛り土の引きすり感を楽しむコーナー、行ってみよう。今回の気になるテクニック紹介はですね、東北大会のチャンピオン、チーム道楽の高橋くんです。今日ちょっと雨降ってっからな、あんたらな、ちょっと飛ぶかもしんないよね。タービン乾燥仕様の180を狩る高橋、金髪セクを見てみよう。十字を切ってスタート。基本的にはフットブレーキからステアリングで向きを変えてサイドブレーキを小刻みにこう小刻みに引いて向きをコントロールで、アクセルを入れていくわけだけども、そこでうまくクラッチをコントロールして回転が下がるようだと1回クラッチを踏んであげて、まあ、クラッチ入れっていうのかな、で回転ブースを立ち上げてあげると
その後もアクセルをパタパタパタってこう長距離に彼はパタ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 ってやるんだけど、まああのステアリング操作なんかもうまいし、スピンした時のコントロールなんかもうまいし、車のコントロールはもう完璧だね。いやね、これね毎回ね思うけどね、これはねろくな仕事じゃないよこれは本当に。ああ気持ち悪い。